チャオ、小入間です。ライズワールドシリーズ2022の、白鳥選手、そしてヤーマン選手の僕の予想をしていきたいと思います。でこの試合はまず白鳥選手からいくと、まあ、彼のねこの今までの試合の調子ですよね。こう勝ったり負けたりがあると思うんですね。ゴンナパー選手にねザ・マッチっていうあの大舞台、まあ、白鳥選手からするとやっぱりあの大舞台で自分がねあのライズのあの階級で一番やっぱりこう花があってね強いんだと、俺がっていうのをザ・マッチで見せに来たと思うんですけど、僕もまあまさかのまさかゴンナパーのねパンチが入ってそのまま終わってしまったっていう、はい、1ラウンドでしたよね確か、うん、終盤で、まあ、あれは不運っていうよりもでも実力なんですよね。ミスってしまったっていう、うん、注意深さがなかったというか、うんまあ、見えなかったというかね、まあ、そこが彼にとってはもう計算外だったと思うんですよね、うん、やっぱりあそこで僕も白鳥が判定でうまさで勝つと思ってたんですけど、まあ、それ以上にねゴンナパが詰めてきてもうパワーでね押し切ってきたっていうところもあったんで、まあ、最終的にあれテクニックなんですけどねパンチが決まったのは、まあでもそこでねやっぱり自分のテンションっていうのはガクンと落ちたと思うんですね、うん、でそれがザ・マッチ、その後試合してないですよね彼は。そうですね、そこからは今回のヤーマン選手が、うん、ヤーマンですよね、はい、だからこのライズとしてもまあ、ヤーマン言ってみると実力的には格下ですよ、戦績も含めて。でこの格下の選手にしっかりと勝ってもう一回白鳥を取り戻してほしいっていうのがおそらくライズ側にもあると思うんですね、うん、もう一回白鳥にちゃんとチャンピオンを実力者として取ってもらって、うん、彼はイケメンですし、はい、うん、そういった意味でねライズを引っ張っていく選手ですから、うん、まあ、その中でやっぱりこのヤーマンは出てきたっていうのはしっかりとテクニックで勝てよと、うん、いうところなんですね。だから白鳥もおそらくヤーマンだったらこれとこれとこの技を使っていけば倒せるというのはもうしっかり練習してきてると思うんですよ、うん、ただね白鳥選手はこの落とし穴にいつも落ちてしまうところもあって、過去にはねビッグマッチで顔面切って終わってしまった試合もありますよね。あとはストックは直樹選手ですね。直樹選手ですよね、はい、直樹選手は本当リズム感がねちょっと違って裏ついてくるんで、うん、そこでやっぱりね合わせられなかったリズムを、そんな中の、まあ、ハイキック気味の膝だったんですよね。あれが見事にこうね決まっちゃってもう運がないなと、うん、あの試合なんてね原口選手と決勝で当たるっていうその見どころをみんな楽しみにね言ったのをやられてしまう、はい、ね膝蹴りが入ってしまって、でこういう、まあ、ちょっとした不運的なゴンナパの時もそうですよね、そういうのをちょっと持ってるんですよ。でやっぱりここをね勝負師として、うん、勝負師としてここを覆すようにしていかなきゃならないと思うんですね彼は、うん、そのために何をすればいいかっていうのもやっぱり大事になってくるんで、うん、そこがしっかりとできてきて不動のなんていうのかな勝負師になれば、ああもう彼に勝てる人はいないんじゃないですか。そのぐらい強いです、うん、テクニックもありスピードもありね、あの身長であの階級ですから、うん、でまあ対するヤーマン、はい、彼は今回もうビッグチャンスですよね。だって本当に実力があって名前があってベルトを巻いてきた人、この人を食いに行くで今ちょうどねイケメンを食いに行くぞって言え喜んでやっていて、でまた何あれ動画でしたっけ。そうですね、動画とポスターが、うん、まあ、今多分画面に出てると思うんですけどこの画像が結構話題にはなっていて、うん、はい、ね、だからイケメンを、まあ、あれ自分から発言しましたよね社会の中でねイケメンを俺が倒すみたいな、そうですね、うん、でもさすがにあそこまで、うん、まあ、遊ばれてるというか、うん、まあ、キャラクターですよね、うん、山選手も。だからまあそのいいと思うんですよね、彼はあのキャラがあって、で白鳥選手もキャラがあって、でヤーマン選手が、まあ、見てる方からすると、ね、イケメンの白鳥選手勝ってっていうファンと、はい、うん、ヤーマン行っちゃえよってあんなやつボコボコにしろみたいな、はい、まあ極端に分かりやすい。そうですね、うん、で僕はね2人ともどっちもYouTube でコラボしてますし、はい、うん、一番最初に、ね、白鳥選手とやって、
でそこからヤーマン選手ともコラボさせてもらってるんで、はい、僕も2人ともねミット持たれてますもんね。そうですよね、うん、なので2人ともねすごく僕は応援していますし、うん、どっちも頑張ってほしいと思います、まあ、そんな中で2人を知ってる、だから僕はねこの2人が試合をするっていうのはすごく人一倍楽しみですよ、うん、でヤーマン選手はやっぱり打たれ強さというか打ち合いの危険な距離感が大好きなんですよ、うん、で危険な距離になったら打ち合う、打ち合ってきたら俺の土俵だというふうになるんで、ただ白鳥選手も実際にそのボクシングでもプロでやってたし、打ち合いのスピードとか、うん、もある、なのでそこでも対応はできると思うんですけど、ただ打たれ強さで言ったらヤーマンなんですよ、うん、打たれ強さで言ったらやっぱりね白鳥選手はやっぱり線が細いですし顎も細いですから、一発入ったら効くのどっちだって言ったら白鳥選手の方が分が悪いです、うん、だからそのヤーマン選手が彼の土俵にいかに持っていくかですよ、打ち合いの土俵にとにかく攻めて打ち合いに行って白鳥がそれを買ってくれる、そうなったら彼の土俵でめちゃくちゃ面白い試合になります。だけど白鳥が絶対それを無視して、お前の打ち合いなんかに付き合わねえよ、前蹴りだ膝だ距離だミドルだ来たらストレートだってやってくれたら、ヤーマンはあもうなんか入れないや、やきもきして終わるっていう、で綺麗な顔で白鳥が手を挙げて、まあ、イケメンの戦いはこんな感じだぜって見せるのか、もしくはヤーマンがぐっちゃぐちゃにして俺の打ち合いに付き合ってお前もブサイクになったなって言ってリング降りるか、うん、白鳥先にリング下ろすか、まあ、こんな試合になると思うんで、だから2人がどっちの土俵に持っていけるかですね。じゃあある意味インファイトでこう、うん、ヤーマン選手が白鳥選手を怒らせるかじゃないですけども、うん、そういうことですね、イライラさせるかっていう、そういうことです、そういうことです、だからもう変えよお前俺の、はい、打ち合い変えよって勝負に来いよってやれるか、はい、うん、まあ声に出さなくてもね、戦ってる中でのムードで、はい、よし来いよって、うん、やるのか、もしくはシャルトリがもう自然な顔してそんなのに付き合わないよってクールに距離取ってクールに戦うか、うん、でまあこの2人なんですけど、白鳥選手はやっぱり実力があって、数々の、ね、選手と戦ってきてる、うん、梅野選手ともやってきてるし、で、まあ、このコロナが終わってこれからやっぱ世界ですよね、うん、やっぱグローリーっていうね団体があって、あそこからねすごい選手たちもいっぱいいますから、やっぱそこの選手と戦っていくっていう彼の本当の舞台があると思うんですよね、うん、だって彼は実力がありますから、テクニックもありますし、そんな中で強豪、世界の強豪たちとどう渡り合っていくかっていうところの目線にやっぱり彼がいなきゃいけないと思うんですね。ヤーマンはもちろんエンタメも含めて打ち合いも強いし、ね、オープンフィンガーちっちゃいグローブあれで殴り合うっていうところのまあスターですよ。でも白鳥っていうのはやっぱりそこの、うん、まあ、原口とかね行ってるあそこの舞台で戦うのが彼のまあ舞台だと思うんで、だからここの差を白鳥くんがしっかりと見せれるかどうかっていうのは今回の試合じゃないですか、うん、今、ね、オープンフィンガーとおっしゃられたんですけど、今回はオープンフィンガーではないということで、うん、そこら辺はやっぱりヤーマン選手久しぶりの、うん、まあ、普通のグローブっていうのも変ですけども、うん、オープンフィンガーではないということなんですけども、だからなおさらそういった意味では白鳥選手勝たなきゃダメですよね、うんうん、だから白鳥のための試合ですよこれは、うん、でもヤーマンが食っちゃったらあらららってなっちゃうんですよ、それを、ま、ね、それを巻き起こしにヤーマン来ますから、うん、まあ、どっちが勝つかって言われたら、ルール的に言うと僕は白鳥くんが勝つと思います。ただこのね波に乗りまくってるヤーマンがこの俺の台風みたいなこのノリノリのこの俺をストップさせるのかと、お前なんかにストップさせないぜっていう勢いでガチガチに来たら、もしかしたら白鳥くんのデータが吹っ飛んじゃって打ち合いに行っちゃってっていう切り替わる可能性もあるんで、ここも2人の見どころです、うん、だからまあどっちが勝つかって言ったら実力的には白鳥が勝つと思います。ただしヤーマンが当日どんなのを見せるかわからないです。ここが見どころです。以上です。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。